特別な日に盛り上がってはしゃぐのも楽しいけどさ、何気ない楽しさをかみしめるっていうのもこうなんかいいんだよな。ふふふ、そういうこと。そっか。あ、でもそれじゃあケーキも普通にした方がいいかな。実は昨日お父さんとお母さんにお願いしてモカちゃんのお誕生日用のケーキを作ってもらったんだ。え、今年はいつも通りにこだわりたいみたいだし、普通のケーキにしてもらったら？安心しろよ、特製ケーキの方は私たちが美味しくいただいてやるからさ。そうそう、モカは遠慮なくこだわっていいんだよ。そんな、ともちんにひーちゃんまで。いつも通りも大好きだけど、モカちゃんは特別だって同じように大事にしてるんだよ。というわけで特製ケーキをお願いします。ほんと調子いいんだから。これもいつも通りってやつなのかな。それじゃあ特製ケーキ持ってくるね。今年のケーキは本当にすごいから楽しみにしてて。